皆様こんにちは、ただいまより私ども紅楽団が、皇位継承の、真心を込めました演奏をですね、慎みましてご祭神に奉納演奏させていただきたいと存じます。どうぞ皆様方も最後までごゆるりとお楽しみいただければ幸いでございます。
ちは紅楽団と申します。今日はやっと春になりましたという感じで、昨日は、ね、非常に寒かったんですけども、今日は気温、最高気温が18度ぐらいでしょうか。舞台こちらですね、舞台皆様から向かって、右側にある木が、標本木になっておりますね。こちらの、ね、テレビでよく出る木がこちらになりますね。やっと桜も咲き始めて、ちょうどいい季節に、靖国神社さんにお邪魔させていただくことになりました。今日は、11時からと1時からやはり40分ほどのコンサートをやらせていただいております。まずお届けしました1曲目、昭和歌謡ヒットメドレーをお届けいたしました。懐かしい昭和の歌謡曲を続けてお届けいたしました。続きまして、やはり昭和の懐かしい曲をお届けしたいと思います。昭和29年、歌は岡本敦郎さんでヒットしました、高原列車は行く。もしね、ご存知な方いらっしゃいましたら、手拍子なので一緒に参加させ していただくととても嬉しく思います。懐かしい曲をお届けしました。続きまして、今度は
昭和の時代、そうですね、映画でシリーズ48シリーズぐらいあるそうですね。舞台は葛飾柴又。さあ一体何の曲でしょうか。では行ってみたいと思います。紅楽団で男はつらいよ。このように、和楽器が揃っております。ちょっとメンバーの楽器の、紹介をしたいと思います。じゃあまずこちらの一番端っこですね。ちょっと待ってですか。この楽器は篳篥という楽器です。小さい楽器ですね。篳篥、雅楽という音楽に使われます。普段は歌謡曲とかはあまりやらないんですけども、紅楽団は、この篳篥で、歌謡曲、それからジャズ、ポップス、何でも演奏します。はい、ありがとうございます。そして真ん中の楽器、これご存知ですね。尺八という楽器ですね。尺八というからには、基準になるのが一尺八寸。一尺八寸、最近は尺貫法は使われてませんけど、一尺八寸って何センチですか。55センチぐらいということですけども、紅楽団今日は、この尺八が、2人、いますので、今日は豪華版でお届けしたいと思います。そして後ろ、ちょっとね見づらいかもしれませんけども、琴13弦琴を使っております。はい、
今度こちらがですね、これは見ての通り和太鼓、それからこのシンセサイザーで、お届けしておりますが、次の曲はせっかくなので管楽器で、2つの楽器だけで、1曲お届けしたいと思います。尺八と七力の二重奏、作曲は山田耕作ですね。はい、では山田耕作の、童謡唱歌ですけどね、この道お聴きください。